はい、皆さんこんにちは。ミグフラワー代表フラワーディストシンです。皆さん、コチョウランの育て方ってご存知ですか？僕もね、実はこのフラワー TV でコチョウランの育て方について語ってはいたんですけれども、今回ですね、ランのフレンズさんという生産農家さんの社長さんからですね、コチョウランの正しい育て方についてお話を聞くことができました。でも本当にね、全然知らなかったことがたくさんあります。ぜひ皆さんも最後まで見て、これが正解なんです、覚えていってください。では早速いってみましょう。どうぞ。そして今回お話を聞いてるインタビュアーは道尾くんです。ぜひ2人のやり取りをご覧ください。どうぞ。はい、こちらあのランのフレンズさんですね、宇戸平さん。はい、どうも、はじめまして。こちらこそ。今日ちょっといろいろご質問がありまして、はい、お伺いしたいんですけど、はい、本当に素人 の質問で申し訳ないんですけど、はい、コチョウランってこの時期に購入すると、はい、このつぼみが全然咲かない、はい、どうしても落ちたりするという現象がかなりありますね。あるんですけど、これをちょっと防ぐには基本的にはどういう感じをすれば防げそうですか？一番は、コチョウランにとって冷たい水絶対ダメなんですよ。よく言いますよね。で、だからぬるま湯にやってもらいたい。だいたい何度ぐらいの？できれば35度から40度ぐらい。結構そんなに熱い水ですか？そうです、そうです。だから、下から沸かした水ではダメで、湯沸かし器のホースっていうか、はい、凍ってきた水がいいんですよ。台所のお湯を沸かしてください。そういうもんなんですか？下からの夜間で沸かした水とか、はい、お風呂のお水っていうのは、下から沸かしますから、中から空気が逃げちゃって窒息しちゃいます。そういうことなんだ。で、いや、知らなかった。これただ温めればいいんだと思ってたんですよ。お客さんに結構説明、少しはちょっと分かってます。はいはい、お客さんにあったかいお水でお願いしますって話をするんですよ。はい、だからよくお風呂で残ったお湯でやればいいんですよみたいなこと言うんだけど、ダメです。それはダメです。言えなかったの？ダメだ。申し訳ないです。空気が入ってないからダメ。入ってない。なるほど。うわー、そうか。コチョウランとか着生ランなので、水と空気が好きなんです。そういうことですよね。窒息しちゃうんですよ、猫が。これは勉強になったで、いやー、ああ、そうなんだ。そうなんですよ。そうですか。はい、だから必ず、中の湯沸かし器のお湯をあげていただかないです。ということは、つまり生産されている過程でも、そういう温めた水は、生産者は、はい、そういうことしなくても、こいつの中にそういう施設を持ってるんで。なるほど。地下水を一回温めるように、自然に温まるようになってるんですか？そうなんです。で、コチョウランは大体、そうですね、根っこから水を吸おうと思うと10度ぐらいいるんですよ、はい、最低でも、はい、で、一般の家庭に行くと、どうしても鉢が冷たくなってますね。なってますよね、その温度を上げてあげたり、吸うために、はい、だから35度とか40度、人肌でちょっと人間にとって一番ちょうどいい温度が一番いいです。なるほど。じゃあそこで一回温めてあげる、それがまず基本的な、そのつぼみを落とさないためのまず一つなんです。まず一つ、はい。それと、もう一個は、冬場ですから、表面が乾いて、2日3日待ってください。はい、よくね、感覚がありますよね。10日に1遍とか、2週間に1遍とか、それは、置き場所によって違うんで。触って、大体温度乾いたなと思って、2日3日待ってください。芯まで乾かしたい。空気を入れてあげた方がいいんですよ。特にうちの栽培は、今、温室の中で湿度が 20% ぐらいになる。結構低めですよね。20% ってものすごい低い。ここまで低いんです。
知識の上で、はいはい、あんまり湿度が低すぎると逆につぼみに良くないぞって話も聞いてるんですけど、そうじゃないですか、そうじゃない、はいはい、やっぱり基本根ですよね、根ですよ、根です。で、うちなんでそこまで低くするかというと、ここに合わせて一般のところ、特に今年寒いですよ、はいはい、そうすると皆さんエアコンガンガンかけますよね、そうすると 20% ぐらいになっちゃうんですよ、だからそれに合わせて作ってます。あ、ね、だから文字がいいですね、かなり文字のいい、お花持ちがいいです、こちらの計算、そうなんです。だからうちのハウスに来れば来ても分かる、皆さん曇らないんですよ、メガネ。あ、外から来たらバッと曇るじゃないですか、一切凍ることはないです。それだけでもやっぱり温度をかけるってことはコストもかなりかかりますね、やっぱりこんだけ干すってことになりますね。そういう管理してるんですよ、で肥料も全部湿度も温度も、はい、全てまあそういうこの肥料をいつ吸っていつ消化してるまでは全部データで出してますから、ええ、そうですそうです。やっぱりまたこのすごい、もうなんか一つ質問するとなんかものすごい回答が返ってきてびっくりしてですね。本当勉強になりました。今日は本当にありがとうございます。こちらこそまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。まあたまにあそこに遊び。ああ、それありがとうございます。はい。長澤君にじゃあ。はいはい。よろしくお願いします。ランのベンゼさんでした。はい、いかがだったでしょうか。いやもう本当に僕もこうカメラを回しながら聞いていたんですけれども、目から鱗でした。本当にこうただの水やりだと思っていたことがただの水やりではなかった。いや本当に勉強になりました。ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.